許はいりません。私にはこんな能力があるという条件付きの自信は、その条件が崩れてしまえば自信喪失につながります。なんとなく自信があればいいのです。そういう自信を持つためには、自分の長所も短所も置かれている環境も全て受け入れることです。自分自身を否定的ではなく肯定的に捉えることができれば自信につながります。全てを受け入れ、勇気を持って一歩を踏み出すことが大切だと思います。ありがたいという言葉は、あることが難しいという意味から来ており、古典では珍しいや滅多にないと訳しますが、食べ物や紙一枚にしても、その成立の背景やできるまでの過程を考えれば、おのずとありがとうと自然に手が合わせるのではないでしょうか。本校ではそのような感謝の心をはじめ、豊かな心を育成する人間教育に力を注ぎ、未来を見据えた誠実な教育と、生徒への揺るぎない愛情と情熱を信念とした教育を展開します。今日臨席させていただいたこの多くの諸君の姿を見るときに、本当に誇らしい思いが満たすことでございます。この聖徳学園高校は仏様を中心とした学校であります。仏様、何を私たちに教えてくださるんだろうか。それはご縁ということであります。小学校中学校で君たちは一生懸命頑張ってきたと思いますので、まだまだ大学専門学校就職という試験はいっぱいありますが、この高校3年間はですね、しっかりと頑張ることは当たり前で、楽しんでやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。新入生の皆さんの入学を心から歓迎します。式場に入った時、大変驚かれた人もいると思いますが、岐阜聖徳には仏教の教えに触れる機会がたくさんあります。これは他校にはない自分を見つめ直す時間です。先生、私たちは本日より岐阜聖徳学園高等学校の生徒として、学則をよく守り勉学に努め、合わせて善良な校風を育てるよう努力します。右誓います。3年後、君たちが本校に入学してよかった、先生ありがとうと言って卒業してくれることを願い、我々教職員一同一生懸命努力いたします。今日ね、入学式の時、先ほどね、入学式の時に年次授業の生徒がね、ステージ上に上がってね、代表生徒がこの年次をいただいてくれました。で、これをね、先生から君たちにまたお渡ししたいです。
今後本校の、ね、学校行事等がある時にはその年次を、ね、必ず算して、合唱代表の時には、ね、年次を、持っていくことができるように、ね、持参してください。いいですか。